Oh yeah, July start. はい、こんにちは。今日もいつもの河川敷に来ております。あれって思う方も、いらっしゃるかと思いますので、説明させていただきます。まあ実は今日の朝からですね、出港して、釣りをしてるはずなんですが、まあ実はまだ大阪におります。理由としましては、大寒波による大しけのため、船を出せないということになりまして、まあ昨日の、お昼ですかね、お昼から夕方にかけてちょっと船を出せないっていうところの連絡をいただきまして、まあ準備はしてたんですけども、まあ急に行けなくなるっていうことで、まあ自然相手ですからね、あの仕方ないとは思うんですけど、ただちょっとかなり残念でですね、はい、まあ今日どう過ごそうかなと思いながら家にいましたら、実はこの釣りの、車中泊に向けてですね、ある程度まあ寒くなるっていうことはお聞きしてたので、まあ車中泊のですね、あったか対策、こちらをですねしようと思いまして、あるものを購入しておりました。まあもうちょっとこのデカデカとした段ボールが見えてると思いますが、はい、こちらでございます。ダンと、カセットファンヒーター風ダン。なぜ購入したかと言いますと、基本まあハイエースにセカンドバッテリー積んでますんで電気は使えるんですよ。ただですね、サブバッテリーにも限界がございまして、この電気毛布を、強で使い続けると一晩持たないんで、まあ中でですね、くるまりながら、この寝袋に入るっていう形で寝ております。寝るまでの間と朝起きてからですね、その間の寒さをしのぐ、暖房器具がございませんでした。あー寒い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 、あか手がすごい、うわあか。それでですね、こちらの電気を使わない、カセットガスでいけるですねファンヒーターを購入いたしました。で、これ外部電力も電気コードがありませんので、完全にコードレスで使えます。ここにですねカセットガスを入れるところがございまして、まあここにカセットガスを入れてですね閉めて、このレバーですね、これを、点火に押す、点火をちょっと押し続けると。で、暖かさはですね標準と弱っていう形になっております。はい、重さはですね、4.7kg、まあ割と軽いかなっていう印象ですね。あとこの、暖かさで、弱の場合だと2時間半、カセットガス1本で、持ちます。標準の場合だと1時間40分と書いてありました。まあ1泊の車中泊でだいたい3本ぐらい、使うことになるんですかね。まあもちろんですね、定期的な、換気をしながらですね、利用するっていうのが、必要なんですけども、ただこちらですね5つの、安全装置がついておりまして、まず1つ目がですね不完全燃焼、防止装置ということで、まあこちらですね、室内の、酸素濃度が低くなった場合ですね、自動的に、まあ、消火されるということで、で、2つ目がですね、立ち切れ
安全装置っていうことで、まあ使用中にですね、もし、風とか何かで、こちらの火が、消えてしまった場合ですね、ガスを遮断するという、装置ですね。で、3つ目がですね、まあこれはよくあると思うんですけども、まあ転倒時の消火装置、まあ倒れた時の、まあ、消火っていうところですね。4つ目がですね、圧力感知安全装置ということで、カセットガスが、温まりすぎてですね、圧力が異常上昇した時に自動的にカセットガスが外れて、まあガスを遮断するっていうところですね、があるということで、で、さらにヒーターを消火するという機能があります。で、5つ目がですね、温度過小防止安全装置と、まあ温め続けてる間にこれファン回ってるんですよね。そのファンがですね、何らかの原因で止まってしまって、中の温度が、異常に上がった場合ですね、上昇した場合、まあ、こちらも勝手にですね、ガスを遮断して、まあ、ヒーターを消火するっていう、機能がございまして、車中泊に、向いてる、ファンヒーターだと思いますね。はい。で、まあちょっと早速、つけてみましょうか。でね、今まあだいぶ日も照ってきてるので車内の温度は上がってるんですけども、まあ 12.4 度と、ちょっと一度ですね、どれぐらい一気にあったかくなるのか、やってみたいと思います。では、まあこちらですね、岩谷のカセットガスと、まあ、3本でだいたい600円前後ぐらいですかね。まあ通常のものよりちょっと高いかなという感じですが、まあ、ただね、安全を考えるとちょっと高めでも致し方ないのかなと思います。はい、まあこんな感じ。お、はいはい、でガシャンと、これでいいのか、どうしようかな。あんまりここでつけてもね、とか、まあ、あの辺にちょっとつけてみましょうかね。はい。点火したいと思います。それでは、点火。ん？あ、つきましたね。はい。ちょっと標準にしちゃいましょう。おお、結構音が変わりますね。変な音が鳴りました。大丈夫でしょうか。あ、ね、出てますね、あったかい温度。おお、すごい、あった、結構熱いですよこれ。おお、あ、これすごいですね。これ標準って書いときながら今日ぐらいの暑さが、お、熱っ。おお、だいたい6分経ちましたが、約4度、まあ5度、4度5度ほど上がってますね。はい。10分ほどで20度いきましたね。超えましたね。まあ、10分で8度上がったことになるんですかね。あ、すごいな。おお、また上がった。いや、最終的に26度になりましたよ、これ。20分経ってないんですけどね。もうすごいな、これ。ちょっともう暑いんで、消しますね。よいしょ。今火が消えましたと。で、ちょっと今ファンだけは回ってないですかね。もうちょっと、スイッチの方をオフにしまして、ちょっとしばらく、経ちましたが、まだ26度ぐらいキープしております。まあちょっと日差しもあるかもしれないですけど、まあ今寒波来てるんで、外気は多分いいとこ7度とか、6度とか7度だと思いますんで、まあそれを考えるとですね、車内とはいえ、一発であったかくなったって感じですね。はい。まあ車内で使うのはいいんですけども、やっぱある程度ですね、スペースのあるところに置かないとかなり危険なのではっていうところは感じましたね。特にですね、この辺が
もうこの辺になると触れてないんですけども、近づけただけで、火傷しそうなぐらい熱い熱風が出ますので、そこは気をつけるのと、あとは標準ではちょっと暑すぎるので、まあジャンプで全然車内だといいのかなと思います。まあ最初の立ち上がりのところでね、ちょっと標準にして、まあものの5分か10分ぐらいで弱にするのは全然いいと思うんですけど、ずっと標準で使い続ける、車内で使い続けるっていうのはちょっと暑すぎたりですね、まあちょっと換気とか考えると、ちょっと怖いのかなと思いました。はい、まあでも本当にこれからね、ますます寒くなりますんで、これはかなり、お買い得だと思います。まあ価格ですが、定価が、3万8000円、となってますが、私 Amazon で、2万4000円ぐらいで買いました。セールだともっと安いのかもしれませんので、皆さんちょっと車中泊のですね、暖房にお困りの方は、ぜひ、こちらをおすすめします。あと寝るときは、電気毛布もしくは、寝袋などで、寝るのが一番ベストかなと思いますので、はい、本日の、動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回まで、さようなら。暑っ。